皆さんこんにちは、パワー DJ ズ渋谷飯田です。インミュージックジャパンの中村です。今日は赤井の MPCX と MPC ライブの使い方について中村さんと一緒に勉強していこうと思います。早速なんですけれども、はい、本体が手元に届いたところで、このままだと音が出せないと思うので、こう叩いても何も音出ないので、はい、ここから出力するための、セットアップを一緒に見ていこうと思います、はい。まずはスピーカーから音を出したい場合はどんな感じにすればいいか教えていただけますか。はい、まずお手元に、はい、モニタースピーカー、アンプ内蔵のスピーカーですね、はい、こういったものがあれば、このリアパネルにある、はい、アウトプットと接続して、はい、音を出していきます、はい。じゃあスピーカーをお願いします。スピーカーこちらですね、はい。こういったスピーカーがあれば、はい、直接ライン入力で音が出せますので、はいはい、でケーブルですね。ケーブルが、はい、MPC の場合こういった標準端子の、はいはい、ケーブルが使えますので、はい、お手元 の, そのスピーカーの端子と合わせて、はい、ご用意いただければと思います、はい。このスピーカーの場合だ と,、2箇所インプットがついてるんですけど、はい、この下の端子がこちらのフォン端子になるので、両端がフォン端子のもの、もしくは片方 MPC 側がフォン端子で、スピーカー側が赤白 RCA のケーブルを用意しても使えるようになってます、はい。では早速接続してみましょう、はいはい。MPC 側の方はこちらの、はい、マスターと書いてある、白い枠の端子にですね接続をします。でもう一方のコネクターをスピーカー側の方のインプットに接続します。はい、はい、で以上でこちらで完了ですね、はい、完了ですね。で次に MPCX の場合ですね、はい、こちら、リアパネルの、はい、メインと書いてある場所に接続をしていただく形になります、はい。じゃあこれでスピーカーとの接続が完了しましたので、ちょっと実際に音を出してみましょう。はい、今これは内蔵の音源をロードしてある状態ですね、はい。あ、そうですね、はい。なのでスピーカーとつなぐことでこういった感じで、はい、音を鳴らすことができます。じゃあこちらもバッチリ音出てます、はい。スピーカーを持ちであればこういった接続でいいんですけど、はい、中にはこう音が大きい音が出せなくって、ちょっとスピーカーじゃなくてヘッドホンとかイヤホンでこう制作したいなという方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういったものでも使えるんですか。そうですね、ライブの場合、はい、この端子の横にですね、はい、ステレオミニジャックの端子がありますので、はい、そこにヘッドホンをご接続いただく形になります、はい。こういったものがあればですね、ここに接続をしていただければヘッドホンで音を出すことができます。 X の方も同じようにつなげるんですか。そうですね、MPCX の方のヘッドホン端子はフロントパネルの方にございまして、はい、2種類端子があるんですね、でステレオミニジャックで接続する場合にはこちら、はい、あと場合によってはお手元のヘッドホンが標準フォンの端子、はい、こういった端子の場合は、はい、この隣の方の端子にこのような形でご接続いただけます、はい。どちらでも使えるってことですね、はい。そうですね、はい。これで音を出す準備は完了しました。はい、完了ですね。次に、はい、MPC、サンプラーなので、外部の音源を中に取り込んで音の素材として使えると思うんですけど、はい、その外部音源のつなぎ方についても教えてもらえますか。はい、例えばですね、はい、今回私、こういった iPhone、はい、こちらから、サンプリングしたいという場合に、こういったケーブルを用意しました、はい。これはですね、MPC 側の方は標準フォンで接続する形なんですけども、はい、iPhone がステレオミニジャックなので、はい、こういうことと、MPC ライブの場合は、はい、インプットの LR、はい、ここに接続をしていただくと、はい、iPhone から、いろんなアプリあると思うんですけど、音楽の、はい、こういったものの音が MPC に入力できる形になります。そうなんですね。結構サンプリングっていうとこうレコードからっていうイメージが強いと思うんですけど、はい、こういう身近なものからでも音取れるっていうことですね。そうですね。
やっぱり最近はい、アプリでもいろんな楽器アプリあるじゃないですか、はい、ありますよね、結構そういったものも MPC に活用ができます、はい、あ、なるほど。次に MPC-X の方なんですけれども、はい、X の場合はですね、ここにコンボジャックという、はい、コンボジャック、はい、もちろんフォンもこのように接続ができるんですけれども、はい、キャノン端子もですね、ここに接続ができるようになっておりますので、はい、例えばマイクなんかも直接 MPC-X の場合はできる、はい、じゃあもう自分、はい、そのアプリとかだけじゃなくて自分の声を素材として使いたいっていう時にも、はい、マイク直接挿して取り込みができるっていうことですよね、はい、そうですね。サンプリング以外にも、はい、今回この NPC の方にはオーディオトラックがありますので、はい、ご自身で作ったトラックの上にボーカル取りしたいなんていう状況が出てくると思うんですけども、はい、その場合はこちらにマイクを接続して歌って記録すると、はい、なるほど。そうするともう1台の中で、トラックを作ってそこに自分で歌ったりとかラップしたりとかっていうのも、はい、もう1台で完結するようになってるってことですね。そうですね、はい、接続は以上となります。はい。はい。